アピール、日本ハム、池田貴秀が報道陣に差し入れのわけ。日本ハムの池田貴秀投手が、CS へ向けて上々の仕上がりをアピールした。この日はエスコンフィールドでの全体練習に参加。先月29日に出場選手登録を抹消後、初の実戦登板し、打者5人に2安打を許すも、最速150キロを計測するなど、良かったかなと思います。今日は出力を出しに行って、150キロ湧いていたので、その近辺でやれていたので良かった。今季はキャンプで右肘痛を発症し、7月2日に1軍合流と大幅に出遅れた。それでも今季29試合に登板し2勝1敗、15ホールドと巻き返し、シーズン終盤は蓄積疲労の影響で抹消されたが、可動域の制限が出ていた部分があったので、それをまず整えること。シーズン中には気づかなかった部分があったので、修正することができた。この日は報道陣にグルテンフリーの食品を差し入れ、普段、どんなものを食べているかを知ってほしかった。パンもお米でできているんです。僕は小麦と乳製品のアレルギーがあって、そういうものでカバーしている。抹消中も食生活から徹底的に自制してきた池田が、ポストシーズンでも躍動する。